育てるとでかくなるとこれになるんですかね。明太マヨ最強ですね。はい、始まりました、ケンマスクッキング。ね、今日やる料理はじゃじゃん、大根っすね。大根、今の時期ね、大根使うこと多いと思うんですけど、まあ煮物とかね、いろいろやると思うんだけど、まあ余った時にどうするかみたいなところで、今日はね、ちょっとサラダにしてみようと思う。大根サラダっていろんなやり方あるけど、今日はね、ちょっと明太マヨ味でいきたいと思います。じゃあ早速やっていきたいと思います。で、今日あとなんか色目とあれでかいわれを買ってきたから、うん、これでやろう。で、じゃあまずね、大根こう、ちょっとこう、こっちだけ取って。で、まあサラダなんでね、まあ一応皮剥きましょう。これか、皮剥くとき、こう、かわいいやつ使ってね、みんなね。かわいいやつ使いましょうね。チャップリンの。よいしょ。これさ、どこで売ってたのってよく聞かれるんだけど、忘れちゃったんだけど、多分カメアリの有岡なんかで買ったような気がするけどな。まあとにかくこういう、こう道具ってテンション上がりますよね、こうなんかね。じゃあ早速、じゃあこれを、今日はそうだな、こんな感じでこう、細いのが食いやすいよね。めちゃくちゃな細切りじゃなくてもいいけど、まあこのぐらいかの感じにしようか。こんな感じの、そうだな、2ミリ幅ぐらいでいいかな。ね。こんな感じで、したら、まあ、千切りな感じでね。こんな感じでいいかな。ほんと大根今ね、みずみずしくて安いし、ね、使い勝手いいんだけど、どうしてもね、煮物とかに、まあ、美味しいからね、そっちばっかりになっちゃうんで、たまにはね、こうちょっとさっぱりしたやつもね、覚えておくと、あ、まあ何もないけど、ちょっとサラダでもみたいな時いいかななんて思いまして、よいしょ、こんな感じでね。で、まあ切る時はこうやって、まあとにかくこうやってこう転がりすぐになると難しいから、こうやってこう座りのいいところでこうやってこうね、例えばこう縦にこういうふうにこう切って、で、ここら辺まで来たら、このままやってっちゃったら、だん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 辛くなっていっちゃうから、ここまで来たら、これこう、こう、今度こういうふうにこうしてね。で、これでこう切ると。まあ、そしたらこう、こういう感じでね。まあいつも言ってるけど、これ結構、まあいつも僕分量が多いんですね。まあ一応チムラ君もいるし、家族もいるから。だからこう、ちょっと少人数だったら半分ぐらいで、二人ぐらいだったらこの半分ぐらいにしとかないとね、持て余しちゃうと思うんで。で、やってくださいね。大体まあだから4人前とかのイメージで作ってますんで、皆さんそれご了承ください。はいはい。そしたらこれでね。はい、こんな感じで切りましたと。はい、そしたらね、これをボウルに入れて、で、まあ大根サラダって言ったらね、もっと細く切ってこうシャキシャキを楽しむみたいなイメージでドレッシング状のものかけてっていうのもあるけど、今日はこう和える方式ね。なんでいつも通りこれに塩します。で、これはいつも言ってるけど、こうちょっとずつこう入れて、で、こうやってこう揉んでってね。で、この段階で、塩があんまりにも足んなすぎても、まあ、なかなかちょっと味が乗っていかないし、逆に、こう、しょっぱいとちょっとダメなんで、少しずつ入れてね。で、こうやって、こう、たまに、こう、ちょっと、こう、食べて。うん、もうこれだけで美味しいじゃんみたいなポイントがあるから、そんな感じで、こう、ちょっとずつこういうふうに、こう、入れてね。で、こう、食べて美味しいところで止めて、このまましばらくちょっとね、5、6分置いときます。はい。さあ、そしたらあと明太マヨなんでね、明太子使うんですけど、まあこのぐらいの分量だって、まあ好きですけどね、2腹ぐらいでも全然いいと思うんだけど、今日はちょっと豪快に全部3つ入れちゃおう。で、こうやってこう線入れて、で、こうこそげる取る方法もあるんだけど、それだとこう皮が持てないじゃない、まあそれ食べればいいんだけど、あとめんどくさいっていうのはあるんで、僕はいつもこうやってね、叩いちゃうんですよね。で、皮は別にさ、そんなにさ気にならないくらい、こうやってこうザクザクこうこうやってこう叩いちゃえば、もう皮全然気にならないから、僕はもうこっちの方式の方が楽なんで、こういう風にいつもやってます。まあそこはね、好き好きにしてくださいね。明太子をこういう風にするときにね、皮をこうやって包丁でこうこそげる方法もあるけど、僕はこうやって叩きますと。まあそんな感じね。
で、これをまあ叩いても用意しておきました。さあ、あとは貝割れだよね。これだけでも十分いいんだけど、ちょっと青み入れた方が綺麗かなと思って、まあ、キュウリとかでもいいんですけど、ちょっと貝割れ。貝割れ大根って言うよね、昔からこれ。これをさ、育てると、でかくなるとこれになるんですかね。なんかよくわかんないけど、貝割れ大根っていうの言うくらいだからそうなんでしょうね、きっとね。まあちょっと本当のことわかる人、コメントくださいね。そしたらこれをね、いいね。で、まあこの種みたいなのがいっぱいくっついてるから、これを一旦こう洗っておきます。よし、さあこれで一旦もう準備完了かな。そうしましたらしばらく置いといたんで、はい、こっちの方が5分ぐらい置いておくと浸透圧の関係でこうやってねしっとりして水分が出てきます。さらにこれマヨと和えるんで、いつもやってるけどね、ちょっとずつねでいいから、こうやってこう絞っていきます。そうするとね、もうしっかりこう水気が取れますんで、でこれがね甘いとやっぱマヨと和えた時にすごくなんていうのすぐにペシャペシャになっちゃうんで、あのしっかりねここでこうちょっとずつでいいんで、こうやってこう絞っていきましょう。これがまあポイントですよ。大体ね僕の動画見てくださってる人分かると思うけど、何回もこういう料理やってる時大体同じ手順踏みますね。なんでここの水分をしっかりこうやって絞ってあげないと。よし、はい、こんな感じでね、絞るとこんだけ大根の汁が出ます。今のこの汁が残ってると味がぼやけてしまう状態になりますんでね、そこ大事です。で、この状態で絞った状態で、もうこれでもう軽い浅漬けですよ。うん、もうこれだけで十分美味しいんだけど、これに今日はサラダ仕立てっていうことで、まずはこの明太子、シャコッと入れて、で、貝割れの場合はね、これをほら、あの、これでやっぱり水気が出るもんだから、最後にね、さっと合わせる方がいい。あのさ、この段階で合わせちゃうと、これがもう水分が出て、それこそビシャビシャになっちゃうんで、これも食べる直前にこう合わせた方がいいですね。はい、それでこれで入れたら、で、マヨネーズね。で、これはマヨネーズ大さじ何杯とかなんとかじゃなくて、こう、全体にまぶさるイメージで入れてください。で、明太子の量もありますし、明太子のね、塩分があるんで、ここはしっかりこう味見ながらね。で、これでこう全体混ぜて。いや、もう明太マヨってもう鉄板っすよね。何にしてもうまいっすよね、明太。今日はこの感じにしたけど、例えば明太子じゃなくて、ここでシーチキンとかでもいいんですよ。なんだけど、今日はこの明太マヨ、爽やかなね。よし、こんな状態で合わせて、味見じゃ。うん、いやー、美味しいね。まあ、ここでね、ちょっと食べます。ここで味を、こう、ちょっとずつ見ながらね、好きな、このマヨの感じにしてください。ちょっとずつ混ぜんで、こういう時は、あの、一気にこう、あまりガザーってやんないで、ね、最初はちょっと薄いな、薄いのかもしれないな、ぐらいの味感で、こう入れて、ちょっとずつ入れていくっていうのが基本です。はい。よし。うん、うん、抜群に美味しい。で、ここでマヨの味が決まったら、まあ、あの、これ、この状態でタッパーに入れといてね。で、食べるときに、あの、この貝割れ、あの、あえた方がいいです。で、これを、この場で、この食べる直前に、こう、あえる。だから、これを、あえて取っとこうとすると、この貝割れの方がね、あの、どうしても水分が出て、少し若干水っぽくなってしまうので、食べる直前にこうやって、こう、合わせると。よし。さあ、そして、まあ大きな器に乗せてもいいですし、あとはこういう小鉢とかに、でいい感じでございますと。はい、こんな感じで食べるだけでね、お皿に盛り付けて完成しました。今日の簡単料理ね、研磨式超簡単、大根の明太マヨサラダの完成です。めちゃめちゃ美味しそう。早速ね、食べてみたいと思います。今日の感じこれだよ。どう、この感じ爽やかで美味しそうだね。じゃあ早速これを食べる前に、いつも通りチューハイタイム。皆さんお疲れ様でした。乾杯。美味しい、もう毎日美味しい。へへーってことで、じゃあ早速食べてみたいと思います。いただきます。これですよ、明太をまとった大根ね。いただきます。うん、うん、これはもうめちゃめちゃ美味しい。
すんごい美味しいですね。やっぱね、明太マヨ最強ですね。明太マヨっつうのはもう本当に何に合わせても美味しいですよね。みずみずしい今のね、美味しい時のこの大根と合わせると、この大根のこのシャキシャキとね、うん、明太マヨのこのちょっとピリッとしたこの旨味の効いたね、マヨ仕立て、いや、めちゃめちゃ美味しい。で、こうちょっとね、かいわれが入ることによって、かいわれのちょっとピリッとしたね、辛さがちょっと相まって、めちゃめちゃいいおつまみというか、副菜といいますかね。こういうのがちょろっとあったらいいですね。菓子休めに最高ですね。ビールのあてとかにも最高です。うん、美味しい。じゃあちょっと千村君、はい、よし、じゃあちょっと食べてみてください。はい、いただきます。いただきます。うん。うん。うん。うわ、おいしい。爽やかだよね。本当だよね。うん。よくコンビニとかスーパーにこういうお惣菜売ってたりしますけど、うん、全然こっちの方が美味しいですね。出来たての良さつながるよね、やっぱりね。で、これだったら、まあ、割とね、大量に作っといてもある程度持つし、たださっき言ったみたいにね、注意点はね、このかいわれ入れになったら直前にあえた方がいいよみたいな。あー、はい、うん、それがね、かいわれじゃなくてこう色目欲しかったらこうきゅうりとかをこう塩もみつる時に入れてもいいし、あとは何だったらこの、まあ、上にねちょっとこうかいわれがいつもこうかいわれとかそういうものをこうちょっと添えるみたいな、で差し色としてね、まあ、そんなように工夫しながらやる。まあ、てことで今日のこの簡単料理ね、はい、旬の大根使った、研磨寿司超簡単、明太大根の明太マヨサラダ、はい、大成功でーす、はい、皆さん簡単なんでやってみてください。今日もご視聴ありがとうございました。